みんな、今日はおっぱいのお悩みについてお話ししていくよ。シェリーのお風呂場。まずやっぱり圧倒的に多いのは、私の印象的にね、圧倒的に多いなと思うのは、おっぱいの大きさの悩みで、このおっぱい全体の大きさもそうなんですけども、例えば左右差があるとか、あとおっぱいを大きくしたい、小さくしたいっていう悩み。じゃあもう早速ここからいこうかな。おっぱいの左右差があるっていうのは普通のことです。みんな結構あること、まあ、全員が左右差がないとおかしいってことでもないんだけど、例えば足の大きさも左右差があったりとか、手の大きさも人によっては左右差があったりとかするのと一緒で、体っていうのは全部左右対称に作られているものじゃないので、おっぱいの大きさの左右差があるっていうのも全然普通なこと。じゃあブラ選びに困るんですけどっていう人は、もう一般的には大きい方に合わせたカップで買って、小さい側にパッドを入れて調整するというやり方が一般的みたいです。でも左右差があるから何かこう今後困ることがあるとかっていうことはないので、本当にこれは全然安心してください。じゃあおっぱいを大きくしたいんです、小さくしたいんです、どうすればいいですか、揉めばいいんですか。残念ながらおっぱいの大きさはメスを入れない限り変わりません。おっぱいっていうのは一般的にはほとんどが脂肪細胞で作られているんですって。まあ、人によっては皮膚がすごく厚くて、あの脂肪細胞が少ないっていう人もいるんですけど、まあ、一般的には脂肪細胞でできるので、あなたの体の大きさ、脂肪の量と比例するんですって。なので太ったらおっぱいも大きくなったり、痩せたらその分おっぱいも小さくなったりっていうのが普通なんです。じゃあ体は痩せたいけどおっぱいは残したいっていうことは基本的にはありえないんですよね。どうしてもそれがしたいっていう人は何らかの豊胸手術を受けるなのか、まあものすごいいいブラを買ってとっても素敵に見せるみたいなことをするしかないです。逆に大きすぎてすごく生活に困ってるっていう人も、これも本当に残念ながら手術を受けたりするしかないので、いずれにせよね、大きい小さい関係なくサイズで悩んでる方はお医者さんに相談するのが一番いいと思います。おっぱいっていうのは実は人生でも、もっと言うと月経の周期でも大きくなったり小さくなったりするもので、例えば、人生で言うと、妊娠してる時とか授乳してる時、あと閉経前後だったりとか、あとはホルモンの変化が起きてる時期、あとは体重の増加とか減少によって、これに全てに影響されておっぱいの大きさっていうのは大きくなったり小さくなったりするものです。で、月経の周期でも、例えば生理前とか生理中ぐらいにおっぱいがなんかこういつもより大きいなって感じる人も多いと思いますけれども、これも一時的なもので、基本的には生理が終わると普段の大きさに戻っていくものなので、この大きさの変化っていうのは心配しなくても大丈夫です。これは自然な仕組みの一つと思ってもらって大丈夫です。じゃあおっぱいの悩み、続いては乳首の話していきたいと思います。乳首の悩みもすごく多くて、例えば乳首がすごく長いんですとか、あと乳首が陥没してるんですとか、左右で大きさ形が違うんですとか、あと乳首の大きさがすごく大きい、乳輪がすごく大きい、すごく小さい、色が暗い、明るい、もうすごく本当にみんないろいろ乳首でも悩んでるんですけれども、まずもうそれこそ今まで女性器、男性器、いろんなところで触れてきましたけれども、乳首も同じ、おっぱいも同じ、色も形もみんなそれぞれ、あなたのおっぱいの形が一番あなたにとって素敵なおっぱいなので、色も形も人と違うっていうのは何にも気にしなくていいんです。その色が一番最高の色だし、その形が最高の形だと思ってほしいなと思います。例えば乳首がすごく長いとか、陥没してるで悩んでる方、これも実際は佐古先生とかお医者さんにも聞いたんですけども、実生活的に困るっていうことは基本的にはないみたいです。例えば将来的に赤ちゃんを産んで授乳したいなって思ってる人でも、陥没乳首だとしても、例えばそこがすごく柔らかければしっかりちゃんと授乳をすることも可能ですし、もちろん乳首が長くても授乳することは可能です。なのでここで出てくるネガティブなことっていうのは本当に見た目の話だけで、生活面で何か困るっていうことは基本的には陥没乳首の人はこういうことはできないとか、乳首が長い人はこういうことはできないっていうことは一般的にはないみたいです。
だけどあなたにとってすごく不便なことがあるんだったらぜひそれはお医者さんに相談していただきたいと思います。あとこれもよくね、悩みであるみたいなんですけども、乳輪、その乳首の周りの色のついた部分ですよね、乳輪のところにこう細かいブツブツが、白いブツブツとか、それこそその乳輪の形のブツブツがあったりする人もいるんですけれども、これも全然心配することありません。普通のものです。正式名称はなんとかかんとかってやつなんですけど、後で出します。これはまあ用途というか、そのなんでいるかっていうと、そこからちょっとずつちょっとずつ油分を出していて、言ったらその乳首を守るための油分を出している場所なので、ある人はあって当然だし、別になくても大丈夫だし、このブツブツに関しては心配することはないみたいです。じゃあおっぱい関係で逆に心配した方がいいこと、ちゃんとしっかりチェックしておいた方がいいこと、これはまあ知ってる人も多いかもしれないですけれども、乳がん検診ですよね。で、乳がん検診っていうのはみんなこうマンモグラフィーとかこうエコー検診とか、その病院に行ってやるものだって思ってる人多いと思いますし、もっと言うと、そもそも40代50代からやるものでしょって思ってる人も多いと思いますけど、実は自分でできるセルフチェックっていうのもあって、このセルフチェックの仕方っていうのはまた後日動画にね、しっかりやり方とかも上げたいと思いますけれども、ひとまず今日はその自分でチェックできるその項目として見た目で分かるものをお伝えしたいと思います。まずその胸の乳輪じゃない周りに何かこう塊だったりしこりだったり、触った時に感じる他の部分と違う硬さがあるっていうのは、もしかしたらちょっと要注意かもしれません。もちろんそもそもおっぱいの真ん中には大きなこう芯みたいなものがあって、これはまあ一般的には授乳するまで残っているものなので、若い皆さんはこう硬いしこりみたいなの、大きいのがね一個あると思うんですけれども、それじゃないもう本当に小さい小さいしこりとか塊みたいなものは、特に前はなかったのにって思うものは注意してほしいなと思います。見た目で言うと、皮膚がこう引きつれてる感じ、こうピッて中から引っ張られてへこんでる感じとか、引きつれと言われるこう皮膚の表面がちょっとこうなんかこう突っ張ってるような感じだったりとか、とにかく見た目で一箇所だけなんか違和感あるな、変だなって思うのがあったら、これもお医者さんにチェックしてもらう一つの目安かもしれません。あと乳首の話で言うと、乳首から何かこう分泌液が出てたりとか、血液みたいなものが出てるっていう、これも危険信号なので、すぐにお医者さんに見てほしいと思います。この辺の注意事項だけ気をつけてもらえれば、あとは基本的には大きさとか形とかってみんなそれぞれだよねっていうのを覚えててもらえたらいいなと思います。もう一つ、このおっぱいの悩みというか、結構ね動画のコメントにたくさんいただいていたのが、おっぱいの正しい洗い方を教えてほしいですっていうコメントがあって、あ、なるほどと思って、今日はちょっとこの動画の中でお話ししたいなと思ったんですけれども、おっぱいの正しい洗い方っていう、もう本当に大それたものは特にないんですけども、強いて言えばおっぱいっていうのは、例えば皮膚が薄かったりとかデリケートだったりするので、特に乳首周りっていうのはとてもデリケートなので、ガサ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 って洗ったりするとやっぱり痛くなったり痒くなったり乾燥しちゃったりすることもあるので、まあ可能なればちょっと優しめの石鹸、顔に使うような石鹸だったりとか、デリケートゾーン用の石鹸みたいなもので洗ってもいいかもしれません。で、洗うときはしっかり泡立てる。で、ふわふわの泡をなるべく たくさんつけて優しく洗ってあげるっていう感じですかね。汗とか皮脂みたいなものをしっかり洗い流してあげるっていうことですね。で、このおっぱいを洗うときの一つポイントとしては、しっかり泡立てて自分でこう洗ってると、手で直接胸を触る癖がつきますよね。その時になんとなくこう胸の周りをこうマッサージしたりとかしっかり触ってあげると、あれなんかいつもないところになんかちょっとしこりがあるなとか、あれなんかいつもこんなところに塊ないのになんかこれ変だなとかっていうことに気づいたりするので、月に1回今日は検診をするぞっていうことをしなくても、日頃から自分のおっぱいをしっかり触ってあげて変化に気づけるように、普段を知っておけば異常に気づきやすいので、おっぱいを洗うっていうタイミングでなんとなくチェックするっていうのもいいのかなと思います。ということで、今日はざーっと今までにアヒルちゃんたちからいただいたおっぱいに関する悩みを
こうさささささっと触れてたんですけれども、今後もやっていきたいと思いますので、こんなことに悩んでますとか、これもっと詳しくやってほしいですっていうのをコメント欄にぜひ残していただきたいなと思います。そしていつものようにこの動画のいいねボタン、そしてチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。